横浜スタジアムです。高校チーム対北海道日本ハムファイターズセパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。高校チームの先発はルーキーの、対するファイターズの先発は右のダルビッシュ、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。さあ注目の立ち上がり、バッターはヨウ。投げました、打った、ファウルボール。1球目ファウルから投げました、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは田中、第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、3球目空振り、少し迷ったか。さあ4球目、もうこれは完全なボール球、カウント2ボール2ストライクです。投げた、ラックルカーブ、見逃し三振。バッター大杉、第9投げた、初球ラックルカーブ空振り。第2球投げた、これはボール、カウントは1ボール1ストライクです。低め見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントはツーボールツーストライク、投げました、見送ってボール、大きく外れました。ボールカウントスリーボールツーストライク、投げました、シュート、空振り三振、2者連続三振。今日は上々の立ち上がりです。高校チーム大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッターは第9、初球打ち引っ張った、大杉、取った、大杉ベースを踏んでワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました、ストレートはボール、まずは高め、投げました、カットボールで振ってストライク。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、打球は右中間に上がった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは第9投げた、インサイドストライク、タイミング合いません。第2球投げた、スプリットはボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、変化球ストライク、インハイへ。第4球を投げた、打った、いい当たりだ、センターへ飛んだ、ヒット、センター下がった、ボールはセカンドへ、ツーベースヒット。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは4番、第9、初球から打ってった、サード左への打球、サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。二塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。1回の裏が終わりまして、高校チーム同じく無得点で終わっています。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。バッター張本、投げました、初球空振り、第2球、これは見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。投球は3球目、投げました、アウトロー、カットボールは外れてボール、カウントはツーボールワンストライク。投げました、打った、痛烈な当たり、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは中田、第9、カーブはボール、投げました、変化球ストライク、インローへ、タイミング合いません。投球は3球目、投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びて、入った、ホームラン、第8号先制ホームラン、8球が無情にもスタンドへ、完璧に捉えました。ファイターズ先制、1対0、チームメイトが迎えます。続くバッターは栗山、
第1球高め決まってストライク。まずは決めてきました。第2球打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは田中。第1球投げた、打った、これはいい当たりだ。さらに伸びていく、レフト見上げた、ホームラン。田中ようやく今シーズン第1号ソロホームラン。白球は無情にもレフトスタンドへ。初球を持っていかれました。2対0、ファイターズリードを2点に広げます。バッター梶谷、レフト梶谷、背番号第9投げた、パームはボール。まずは低め、わずかに外れました。第2球空振り。第3球を投げた、インコース引っ張った、ボールを取る。自らベースを踏んで3アウト。2回の表が終わって2対0、この回2本のホームランで2点を失いました。2回の裏、2点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。バッターは投げた、低め外れてボール。第2球投げた、ボール。カウンター2ボール。第3球を投げました、ボール。カウント3ボールのストライクです。第4球はカットボールはストライク、投げました、決まった、ストライク。さあ6球目打ちました、いい当たり、美優君ライナー破った、ヒットを放ちました。バッターはファースト背番号6、第1球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、アウトコース高め、外れてボール。カウントは2ボールノーストライク、タッチセーフ。肩越しにランナー見た、1塁タッチセーフ。第3球を投げました、ボール。ここはよく選びました。カウントは3ボールノーストライク、投げた、低め決まってストライク。ここは1球見ます。次は5球目、投げた、見送ってストライク。第6球を投げた、打った、打球は三遊間へ、ボールはセカンドへ、二塁アウト、アウト、ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。バッター11、第9投げた、ストライク。少し迷ったか、初球空振りから投げた、ボール。内角低め、カウントワンボールワンストライク。投球はこれから3球目、スローカーブ、ボール。いいところですが外れています。カウントは2ボールワンストライク、ボール。カウントは3ボールワンストライクです。低めいっぱい、ストライク。第6球を投げました、打ちました、ライナー破った、ヒット、ヒットを放ちました。そして続くバッター第9、ランナー走った、二塁送球はどうだ、盗塁成功。今シーズン5個目の盗塁を決めています。第2球投げました、ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク、二塁タッチセーフ。第3球を投げました、ボール。はっきりしたボール球、カウントはツーボールワンストライクです。投げました、4球目ストライク。セカンドランナーちらっと見た、二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。第5球投げました、打ったい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。ボールが転がる、センターからセカンドへ。高校チーム1点返しました、タイムリーツーベースヒット。高校チームなおもチャンスが続いています。バッターは9番、第9投げた、インコース低め、ストライク。タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、ファールボール。追い込んで投げた、追っつけて打つ、鈍いゴロ、ファーストこれは守備範囲内、大杉そのままベースに入ってスリーアウト。2回が終了しまして2対1、高校チームこの回1点を返しました。
ファイターズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは田村。投げた、初球カーブは空振り。投球これから2球目。もうこれはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。投げた、ナックルカーブ空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました。変化球空振り三振。バッターは陽。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第1球投げました、カットボール決まってストライク。1球目ストライクから投げました、打った、ピッチャー返し。陽ヒットを放ちました。バッター田中、これが2度目のバッターボックス。第9球シュート見送ってストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。もう一回一塁へ牽制球、タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て、第2球アウトコース空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、外れた、ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げました、ストレートはボール。アウトコース高め、カウントは2ボール2ストライク。投げた、打った、ファースト左へのライナー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。次のバッターは大杉。今日の第1打席はスイングアウト、1塁タッチセーフ。ファーストランナーをちらっと見て、第9球見送ってボール。第2球投げた、インコース高めストライク。第3球を投げた、低めストライク。追い込んでから第4球打ちました、これはサード真正面、サードから二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。結局一塁残塁です。3回の表が終わって2対1、ファイターズ現在1点をリードしています。高校チーム、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターは最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、投げた、見送ってストライク。投げた、ライトへの打球掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第1打席はライトフライに倒れています。第9球投げました、変化球ストライク、アウトコースへ、少し迷ったか。第2球投げました、ボール。バッターよく見ました、カウント1ボール1ストライク。投げました、ボール。これはわずかに高いか、カウントは2ボール1ストライクです。投げました、ボール。カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げました、ボール、フォアボール。そして次のバッターは、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げた、打ちました、ファール。さあ次の投球、投げた、2球目空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。カウントは1ボール2ストライクです。投球これから4球目、アウトコース、ストレートは外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。投げた、ストレートはボール。カウントは3ボール2ストライク。次が6球目、投げた、これもフォアボール。この回2人目のフォアボールです。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。第9球、初球はカットボール空振り。1球目空振りから、第2球ストレートはボール。ここはよく選びました。カウント1ボール1ストライク、内角、直球は外れてボール。カウントは2ボール1ストライクです。第4球を投げました、外れた、ボール。カウントは3ボール1ストライク。投げました、3者連続のフォアボール。これで塁が埋まりました。ファイターズここは中間守備を取りました。第1球内角へストライク、タイミング合いません。第2球投げました、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球は見送ってボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました、ボール。カウントは3ボール1ストライクです。投球これから5球目、4者連続のフォアボール。押し出し、高校チーム、ここで得点が入ります。これでチームに勢いが増すことでしょう。第9球投げました、ボール。まずは低め、わずかながら外れています。投げた、低め際どい、ボール。カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目、インコース低めストライク。さあ4球目、変化球ストライク、低め。
第5球投げた、ボール、フルカウント。さあ6球目投げた、打ちました、いい当たり、一二塁間抜いていった、ライトバックホーム、高校チーム勝ち越し成功。さあワンアウト満塁という場面で第9ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ダイレクトに当たった、三塁回った、センターからセカンドへ、高校チームこの回4点目、タイムリーツーベース、今日これで2打数の2安打。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、第9投げた、打ちました、初球打ち、三塁線のゴロ、一塁へ送る、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。ランナー二人を置いて迎えるバッターは、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投球これから2球目、見送ってストライク、バッター追い込まれました、追い込んで投げました、低めボール球打った、これは内野ゴロ、田中掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております、高校チーム対北海道日本ハムファイターズ、3回まで終了しまして5対2、高校チームこの回逆転に成功しています。ありがとう。第9投げました、カーバーストライク、第2球投げました、打ちました、三遊間の打球、ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター中田、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、初球を打ちました、取った、セカンドから一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。第9投げました、初球を打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、ボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。4回の表が終わって5対2、高校チーム3点リードは変わりません。高校チームこの回1番からの好打順になります。バッターは今日はファーストゴロとライトフライ、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、これはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、アウトサイド空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、ボール、膝元へ、カウント2ボール2ストライクです。投げた、打った、ご注意ください。第6球を投げた、打った、いい当たりだ、田中ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは今日はライトフライとフォアボール。第9投げました、低めスプリット外れてボール。さあ次の投球投げました、インコース引っ張った、レフトの左、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。バッター今日3打席目。第9インハイ際どい球、ボール、一塁へ一つ牽制球を送りました、タッチセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第2球一塁ランナー走った、キャッチャー二塁送球、間に合うか、高校チーム大事な場面で盗塁を決めました。第3球を投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点、ショート取りました、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。ダルビッシュマウンドを降りまして、マウンドに上がったのは江ノ下、今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターは4番、今日はサードゴロとフォアボール。第9初球から打ってった、田中掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー残塁に終わりました。4回の裏が終わりまして5対2、高校チームこの回の攻撃は0で終わっています。5回の表これからファイターズの攻撃に入ります。バッターは田中、投げました、初球シュートは空振り。第2球投げました、パームはボール、カウント1ボール1ストライク。
第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んで投げた、空振り三振、バッターアウト。まずは先頭バッター三振に仕留めました。第9投げた、初球空振り。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、ボール低め、カウントはツーボールワンストライク。投げた、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、打ったバッターは二塁へ向かった。梶谷ツーベースヒットを放ちました。バッターは9番タミナ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。二塁タッチはセーフ。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。第9初球空振り、少し迷ったか、肩越しにランナー見た、投げました、これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。投げました、ボール、完全なボール球、ツーボールワンストライク、バッティングカウント、空振り、タイミング合いません。第5球投げました、インロー際どい球、ボール、カウントスリーボールツーストライクです。内角ボール球打った、ボテボテのサードゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。今日は安打を放っています。バッターの陽、第9初球はカットボール空振り。第2球低めストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げました、打った、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ファイターズ点差を2点に縮めました。バッターは田中、今日は三振とファーストライナー。第9打ちました、初球打ち、ボールを掴んだ、二塁キャンパス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって5対3、ファイターズこの回1点を返しています。5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター、第9投げた、ストレートはボール、まずはインロー。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、打ちました、これはショート正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはこれが3度目のバッターボックス。第9球ボール、第2球低め際どい、ボール、わずかながら外れています。カウントは2ボールノーストライクです。低めギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げた、空振り。第5球投げました、ボール、カウント3ボール2ストライクです。さあ6球目、インコース引っ張った、大杉取った、大杉そのままベースに入って2アウト。バッターは今日2打点を挙げています。第9ボール、まずは外角低め、バッターよく見ました。第2球ストライク。第3球を投げました、高め際どい、ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク。打ちました、ライナー破った、ボールは中継、ヒットを放ちました。バッター、今日3打席目、まずは1塁牽制、1塁タッチセーフ。第9ボール、投げました、ボール、2球目も外していきます。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー一塁に残塁です。前半が終わりまして5対3、高校チーム現在2点をリードしています。試合は後半6回に入ります。バッターは大杉、今日は三振とサードゴロ、ボール、まずは低め。第2球投げました、カットボールはボール、アウトコースへ、カウントはツーボール、投げた、ストライク。次が4球目、投げた、打ちました、痛烈、
さらに伸びていく。素晴らしい一発が出ました。バッターは張本。今日はセカンドライナーとショートゴロ。第9球初球を打ちました。これはサード正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。続くバッターは中田。投げた、初球を打った、ぐんと左中間へ上がっている。これはヒットになります。ボールはセカンドへ。中田、いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターは栗山。今日はショートゴロとセカンドゴロ、ボールわずかに外れました。第2球投げた、外れた、ボール。これは完全なボール球、カウントはツーボール。投げた、あっと引っ掛けた、三遊間のゴロ。サードから一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。右バッターボックスは7番田中。これが3度目のバッターボックス。ストライク。第2球投げました、打った、ピッチャー返し、セカンドから一塁送球、うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって5対4、この回さらに1点を失いました。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター、今日はファーストゴロとセカンドゴロ。さあ次の投球、頭空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、ショートの右、田中、ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第9、初球から打ってった、レフトに飛んだ、ヒット、ボールは中継、ヒットを放ちました、初安打。バッターはライト、まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げました、初球外れても、1球外してきました。さあ次の投球、ボールを2塁へ送った、タッチはアウト、盗塁失敗。投げました、3球目ストライク。次が4球目、投げました、ボール。バッターよく見ました。カウントは3ボール1ストライク。おっと出たボール、バッター第9投げた、ストレートはボール。まずはインコース高め、ここはよく選びました。投げた、低めストライク。第3球を投げた、変化球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーでライトへ。掴んで、これで3アウトになります。横浜スタジアムからお送りしております。高校チーム対北海道日本ハムファイターズ、中盤まで終了しまして5対4、高校チーム現在1点をリードしています。ピッチャーを交代します。降板ルーキーの今日2番手としてマウンドに上がります。第9ボール、これはわずかに外れています。さあ次の投球、投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、打ちました、ファースト左、取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは田村、今日は三振とサードゴロ。
投げました。ストレートはボール。さあ次の投球投げました。2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。伸びのあるストレート。次は4球目投げました。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。バッター陽、これが4度目のバッターボックス。外野は長打を警戒します。第9アウトコース低めボール。投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライク。投球は3球目投げた、インコース低めストライク。タイミング合いません。次は4球目投げた、インコース空振り。少し迷ったか。追い込んでから第5球投げた、見送ってボール。カウントは3ボール2ストライク。投球はこれから6球目膝元外れてフォアボール。そして続くバッター高田、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。キャッチャー右へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。7回の表が終わって5対4、高校チーム1点リードは変わりません。江ノ下マウンドを降りまして、右のアンソニー・カーター、今日3番手としてマウンドに上がります。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃。バッター、今日4度目のバッターボックス、スライダーボール。これは外れます。第2球投げた、ボール。バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライクです。3球目空振り、タイミング合いません。次は4球目投げました、打ちました。サードの左、中田掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはこれが4度目のバッターボックス。第1球投げました、変化球ストライク、インローへ。タイミング合いません。第2球ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球低めストライク、少し迷ったか。次は4球目投げました、ボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球ツーシームはボール、カウント3ボール2ストライクです。さあ6球目打ちました、いい当たり、抜けた、ヒットを放ちました。バッターは今日はここまで3打数1安打。第9投げました、初球外れてもここはよく選びました。第2球投げました、もうこれも外します。投球は3球目投げた、変化球ストライク、インコースへ。投球これから4球目インコース引っ張った、ダイビングキャッチ、ファインプレー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。次のバッター、ここまでヒットは3本。第9ボール、第2球投げた、ボール。やや浮いてしまったか。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、打ったに当たりだ、打球はセンターへ、センターバックヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、ツーベース。さあチャンスを広げました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは第9外れた、ボール。1球外します。第2球投げた、ここは満塁策でしょうか。2球目も外してきます。投げた、勝負させてもらえません。次は4球目投げました、ここは歩かされます。バッターは9番、第9投げました、決まってストライク。タイミング合いません。初球空振りから投げました、ボール。大きく外れました。カウント1ボール1ストライク。投げました、打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ランナー1人も介せず終了です。7回の裏が終わりまして5対4、高校チームリードはわずかに1点です。ファイターズ、この回は上位打線から始まります。
両チームピッチャー交代です。降板ルーキーの今日3人目のピッチャーとして登板です。第9投げました。打ちました。初球打ち1、2塁間の打球1塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは大杉。今日4度目のバッターボックス。投げた。ファール。第2球インサイドストライク。第3球を投げた。1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。ストレートはボール。インハイへ胸元をついてきます。カウント2ボール2ストライクです。ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。第6球を投げた。低めいっぱい見逃し三振。低めいっぱいに決まった。バッターは張本。今日はここまで3打数ノーヒット。投げた。初球ドロップ空振り。第2球打ちました。ファールボール。第3球を投げました。ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。外れた。ボール。カウント2ボール2ストライクです。投げました。ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。次が6球目投げました。アウトコース低め見送ってフォアボール。バッター中田。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。投げました。ボール。第2球投げた。外角外れてボール。わずかに外れました。カウントは2ボール。投げた。ストレート見送ってストライク。第4球を投げた。インコース低め空振り。タイミング合いません。第5球投げた。打ちました。これはいい当たり。入れば逆転だ。打球はそのまま伸びていく。場外ホームラン。第9号逆転ツーランホームラン。中田今日これが2本目のホームラン。シュートを完璧に捉えました。ファイターズ逆転6対5。バッターは栗山。第9球ボール。第2球投げた。2球目ストライク。投げました。打ちました。ボールを掴んだ。1塁送球アウト。3アウトチェンジ。8回の表が終わって6対5。高校チームこの回逆転を許しています。アンソニー・カーターマウンドを降りまして、左の宮西今日4番手としてマウンドに上がります。高校チームこの回は打順よく1番からの攻撃。バッターは第9球初球空振り。少し迷ったか。第2球投げました。このボールも空振り。タイミング合いません。第3球を投げました。打ちました。ファール。投球これから4球目打ちました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター今日5度目のバッターボックス。第9球投げました。初球スラーバー空振り。第2球投げました。ストレートはボール。はっきりしたボール球。カウントは1ボール1ストライクです。見送ってボール。膝元外れます。カウントは2ボール1ストライク。打った。痛烈な当たり。ライトへの打球ライト前ヒット。クリーンヒットです。ヒットを放ちました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。そして次のバッターは今日はここまで3打数1安打。第9球ストレートはボール。まずは様子を見ます。第2球投げた。ボール。カウントは2ボールノーストライクです。投球はこれから3球目。高めストライク。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。第4球はストライク。タイミング合いません。第5球投げた。ファールボール。第6球は高め
ボール球を打った田中、下がっていった、ヒットになります。ボールは中継、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げました。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第9球投げた、初球を打ちました、ピッチャー返し、二塁アウト、ショートから一塁送球、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。チャンスをものにできません。高校チーム、ここで追いつくことはできませんでした。いよいよ最終回を迎えました。バッター田中、高校チームピッチャーを変えてきました。降板ルーキーの最終回、1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。第9球投げた、ボール、まずは外角。第2球投げた、決まってストライク、少し迷ったか。第3球を投げました、低めの球、空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、ストレート、空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。第1球投げました、打った、ファウルボール。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク、投げました、打ちました、一塁線に転がした、取った、そのままベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。第9球投げました、外角低め、ストレートは外れてボール、慎重に攻めてきます。投げた、アウトコース低め、空振り。投球はこれから3球目、高めストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、打った、ダイレクトでボールを掴んでアウト。下位打線を三者凡退、0点に抑えています。9回の表が終わって6対5、ファイターズこの回0点に終わっています。宮西マウンドを降りまして、ここでマウンドに上がったのはクロッタ。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。9回の裏1点を追いかけます。高校チーム攻撃に入ります。バッター、これが5度目のバッターボックス。第2球、打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、ヒット、ヒットを放ちました。3安打猛打賞です。バッター横浜スタジアムは割れんばかりの歓声です。第9球投げた、初球を打った、ファインプレー、二塁送る、アウト、ゲッツー。バッターはスタンドからは必死の声援が続いています。第9球初球から打ってった、一、二塁間のゴロ、一塁送球、アウト、ゲームセット。高校チーム1点差に届かず敗れました。ヒーローは中田、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対5、高校チーム1点差で敗れました。勝利投手はアンソニー・カーター、敗戦投手は、そして西武はクロッタ。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。